こんんにちは。病院薬剤師ダマさんです。今回は趣向を変えまして病院薬剤師が語る大河ドラマ「麒麟が来るの」の魅力と題してお送りしたいと思います。この動画はもし薬学の道を選ばなかったら日本史の先生になりたかった病院薬剤師による NHK 大河ドラマ「麒麟が来るの」の 魅力を語る動画です。私のの日本史好きの理由は、多分に,両親,にあります両親は大の大河ドラマ好きというよりも NHK しか見ない人だったので私も物心がついた頃からその魅力に取りつかれるようになりましたしかし近年では完全にオール・オア・ナッシングつまり最終回まで見るか 逆に全然見ないかのどちらかなのです。ご覧いただいているのは、2000年から今年2020年までの21作の大河ドラマのリストです。黒丸が最後まで視聴した作品、バツが途中または最初から視聴しなかった作品です。 このように大河ドラマを見る見ないが分かれてしまう理由は NHK の番組作りが視聴率を意識しすす。ぎているからです昔から歴史物で視聴率が取れるのは大公期すなわち戦国から安土桃山時代中心蔵元禄時代新選組幕末の時代と相場が決まっています。そして、 そこから外れると、ほぼ記録的な低視聴率を弾き出すというわけです。2000年以降の21作品中、これに該当するのは、実に17作品、81%にも上ります。当てはまらないのは、北条時宗、鎌倉時代、吉常、平安時代、 平野清盛、平安時代、そして伊達天、昭和時代のたった四作品です。これではいくら何でも触象気味になってくるというのは当然です。なんと十年間見ていない期間もありましたね。これがどこのタイガードラマ好きなんだかわかりませんが。では、 現在放映中の「キリンが来る」はどうなのかというとこんな動画を投稿するぐらいですから気に入ってないわけがありませんしかし当初この作品に私は懐疑的な意見を持っていましたそう明智光秀なんかで主役が一年持つのという意見です光秀を演じる 長谷ひろみだって私自身あまり知りませんでしたし失礼ながらファンの方ごめんなさい花のある俳優さんとは思えませんしかし1話2話と見ていくうちに不思議とハマっていったのですその理由を自分なりに分析してみました「理由1主役俳優が無名だからごめんなさいね」 大河ドラマを見なかった2002年から2010年の空白の10年間は、俳優が分かった時点で見るのをやめていました。先日の通り、NHK の視聴率優先主義に嫌気がさしていたからです。ところが、今回の主演はどちらかといえば無名で地味な俳優。このことが逆に好感を持てました。天の弱ですかね。 個人的希望を言えば最初から有名俳優を起用するのではなく無名俳優が大麻ドラマを出世作としてのし上がっていくパターンを望みます。理由にはこれまであまり描かれていなかった時代だから大河ドラマで幾度となく描かれてきた信長秀吉家康の時代ですが盲点がありました。 信長が登場する前後は、あまり取り上げられてこなかったのです。現時点、4月26日では、家康はまだ子供ですし、秀吉は信長の家来にすらなっていません。しかし、この時代でも魅力的な人物はたくさん活躍してたのです。光秀なら、 それれららの人物とも絡められるなるほどです。理由3は光秀の視点から描いた歴史群像劇だからここまでを総合すると本作品での光秀の役割は数々の群像劇を眺めていくことつまり主役は光秀自身ではなく彼に関わる人物 もっくんなんか主役を送ってましたよね、というわけです。それに気づいた時、そう来たか、と思いましたね。そして最後の最後に、三井で自身も主役に登り詰めます。そう、敵は本能寺にありです。第15回終わった現時点では、 物語はまだ序盤ですが、ここまでも見どころはいくつかありました。ご覧のとおりです。さて、次回はいよいよ父さんと高政の決戦、長良川の戦いです。これまでの出っぷり道山像を見事に塗り替えたモックの神様を見届けようではありませんか。 これからの見どころも予告しておこうと思います。桶狭間の戦い奇襲で今川義元を討ち取るわけです。姉川の戦い阿財、朝倉連合軍に信長が苦境に陥ります。三方ヶ原の戦い比叡山焼き討ちに起こった 信玄が侵攻し危機に陥りますが信長の急死により救われます長篠の戦い大量の鉄砲を用いて武田勝頼軍に圧倒しますそして本能寺の変光秀の謀反その理由とは 最後には山崎の戦い、秀吉が中国大返しで仇討ちを果たします。いや、こうして並べてみるとありすぎでしょう、見どころ。それぞれがどんな描写をされるのか、今から楽しみです。新型コロナの影響で撮影が延期となっていると聞いています。 大河ドラマファンとしては、一日も早い撮影再開を願っています。今回は最後まで視聴していただきありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。さようなら。